夏の行き着き島7月。向こう側の海に浮かぶのは安土大島と拓島。行き着き島は長崎県の平戸島の北西にある島である。前頭が長崎県平戸市に属する。平戸島北西端の小崎から辰の瀬戸を挟んで北西に位置する。南北約1 0トル、東西約2キロメートルの島で南北に細長い形をしている。 タツノセトの最も狭い部分は約700メートルで、ここに1991年に行きつき大橋が開通し、平戸島と結ばれた。島の東側は緩やかな丘陵場になっている一方、東、シナ海を望む西側には断崖が随所にあり、海岸の一部は再開国立公園に指定されている。そのため各施設や民家はほとんどが島の東側に集中している。 戦国時代に、行きつき島南部の領主で、平戸松浦氏の重臣だった小手田安行が、キリスト教の洗礼を受けて、キリシタンになり、その後、イエズス会宣教師のガスパルビデラや、ルイスであるメーガラが、行きつき島で布教を行って、約2500人の島民のうち800人ほどが、キリシタンとなった。16世紀末には、ほぼ全島民がキリシタンとなったが、 その後の近教令により島を離れたり殉教したり、また多くの島民が隠れキリシタンとして密かに先祖から受け継いだ信仰を維持する道を選んだ。現在は島内に2カ所のカトリック教会があるが、今も潜伏時代の隠れキリシタンの信仰形態をそのまま受け継いでいる人も多くいる。江戸時代にはますます富組を中心とした沿岸捕鯨が活発に行われ、 平戸藩の財政を支えていた。1962年に芥川賞を受賞した、宇野大鳥一郎、鯨神は、島の捕鯨をモデルとした小説である。戦後は東、シナ海の巻網漁業に進出、最盛期には20以上の大型巻網漁船団をし、養し島の経済は、大いに潤った。近年は、漁獲量の減少などにより、船団数も激減している。 行き着きという透明の由来は、県随市、県東市の時代に、中国から日本へ帰国する旅人が、戦場からこの島を見つけると、無事に帰ってこられたと、安心してほっと息をついたことから、と言われている。かつては、平戸島の薄香港や旧田平町の田平港から、フェリーが就航していたが、1991年7月31日に、 平戸島と行きつき島を結ぶ行きつき大橋が開通し、現在は平戸大橋から長崎県道19号平戸旅平線、行きつき大橋を経由してのアクセスがほとんどである。公共交通機関としては行きつき自動車が平戸三橋行きつき館と島内で路線バスを運行している。2003年までは西小江自動車も平戸から乗り入れており、 佐世保市から行き着き島までの直通便もあったが、現在は平戸で乗り換えを要する。塩田原の断崖大波尾東大行き着き島の西海岸沿いに伸びる約 10km 続く道路で、そそり立つ断崖と東、品海に挟まれたところを道が通る。ガードレールはほとんどなく、展望が良いシーサイドの回送路として知られ、夕日の観光スポットにもなっている。ありがとうございます。